A タイプのパビリオンが40程度あれば、僕はその会場内において、非常に個性豊かなパビリオンが立ち並ぶと思っていまきょう、大阪府の吉村知事は、タイプ A と呼ばれる自前で建てる海外パビリオンについて、当初予定していた60か国から40か国ほどに減る見通しを明らかにしました。 複数の関係者によりますと60カ国のうち1カ国が万博への参加を取りやめ7カ国が自前での建設を諦めたということですさらに現時点で16カ国は工事業者が未定となっていて開幕までに建設が間に合わない可能性が指摘されています万博の花とも呼ばれる自前の海外パビリオンが減ることについて吉村知事は もし空くスペースが出れば、そこは僕は芝生広場であったり、休憩施設であったり、物販施設として、快適に過ご,す過ごせるエリアとして活用すればいいと思います。一方、大阪選出の公明党の国会議員らは、経済産業省を訪れ、会場建設費の増加などが万博のネガティブな印象をもたらしているとして、博覧会協会の予算執行などを指導・監督するよう求めました。